ロウリュウがまだだろう。じゃあ押してください。ボール水風呂に貸してください。いいのか。押してください。押していいか。スラムゴー。ボタン熱いんだけど。ボタン超熱い。行くぞ。行け、アムロ。アムロ行ってまーす。情けないやつ。来ますよ。おう。うわぁ。まだ来ないかも。まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ来ない。まだ大丈夫。あ、熱い。下が熱い。下やばい？下熱い。うわ、やばい。うわ、来た。うわ、熱い。いや、でもやっぱり2回目で俺たち耐えられますね。ああ、帰った。あいつ逃げやがった。待って、段差気をつけて。はい。でも2回目耐え、熱い。耐えられてる。血圧くね。血圧熱い。マジ血やべえんだけど。あ、でもさっきより。どうした？なんか外で襲われてるやつ。水風呂入ったんだ。さっきに比べたら全然余裕。確かに。あっちー。あっち。ロウリュウの時より今暑い。暑いな。早く早く早く。微妙なとこ残ってる。うん、あと三角形のところまで来た。早く。あーさあ、なんかあっち、壁あっち。なくなった。あっさ、動くた。あっさ。入っちまえ。いいよ、結構入っていいよ。マジで？マジでだ。ほら。本当に体にいいのか、これは。いや、正直わかんない。どうやら悪いらしいですよ。いや、悪い。どうやら。ストレス発散にはなるのかな。よし、とにかく早い。いいよ。よし、帰ればその先が見えるはず。冷たい。あれ一番後ろエオエオさん、エオエオさんだな。今日はマッサージガジェットを持ってきました。全然期待してないくせに。3000円で買いました。クマちゃんマッサージ機。これをネックレスみたいに首からかけると、この電極から低周波が出てビリッビリッっていう。ああ、なるほど、はい、電気流すタイプなんですね。そうじゃあちょっと簡単にここを濡らして、はい、今から黒川さんにかけてもらいます。はい、拷問器具じゃないですかこれ。大丈夫ですか？大丈夫。背中から取っていい？はい、顔は出ないんで。はい、クロノアさんの背中につきましたで、はい、電源ボタンどうぞ。長押し。ああ、強くないこれ？結構効きますねこれ。でしょ、首めっちゃ持ってかれる。すんごい効くのこれ。怖い。これをね、キューってやるとちょっとちゃんとくっつくの。ああ、なるほど。そうあ逃げ道がない。トモさんも肩こりするためなんですね。そうめっちゃ嬉しい。なんでするよ。仲間いた？みんなするっしょ。いや、さっきシャー君が肩こるってどんな感覚マジとか言ってきてめっちゃムカついた。で、触ってみたら本当にこんにゃくみたいな形してて、シガミ君柔らかすぎる。柔らかいわ。ってないんすか？掘らない。え、怖っ。あきた。あー、動く。強くない？強くはない。嘘。よっぽど凝ってるね。なんかね、ちょっと動かすとね、はい、なんかもう縦に首後ろバチンってこう来る時がある。あ、わかる。この耳まで来るって言ってるのが分かる。耳の後ろまで来るの癖になるんだよね、やってると。だいぶ癖になりますね。ね、気持ちいいよね。パッと方がいいですか？ちょっと強く当てるとバチンバチンってくる。あと上下とか。バチンバチンってくる。紐やっちゃうか。あ、そう。なんか筋に当たるとね、筋肉。急に？うん、全部バチンってくる。ナイフ。マッサージ機。うわあ！そんな擬似的な。そんな擬似的なチャックが発生するんですね、これ。何のチャック？え、チャックじゃないよ。今土曜これ擦り合わせたもん。ダメなんだ。何かと思った。まさかのストライク。え、どういうこと？チャックを再現したんだよ。そんな。見てました。シュプリン。確かに。うわ、
お、めっちゃダメージ受けてる。やばい、めっちゃダメージ受けてる。すごい。不意打ち、不意打ち。確かに免疫力。首動くよね。動きます。めっちゃ大爆笑してる。楽しい。めっちゃ分かる。あ、FB さんのせいであれが入ってきました。でかでかが、ちょっとそこで倒れたらピクトさん潰れる。踏み台がない。